皆さんこんにちは。アンパンマン、ゲゲゲの鬼太郎、機関車トーマスなどの主役の声優として有名な戸田恵子さん、女優としても活躍している戸田恵子さんはこれまでに2度の離婚を経験しています。1度目は池田秀一さん、2度目は井上純一さんです。今回はそれぞれの結婚生活や離婚理由について迫っていきたいと思います。戸田恵子さんは1957年9月12日生まれ、愛知県の出身です。16歳の時にあゆあけみという芸名で演歌歌手としてデビューをしています。その後演出家の小沢夏さんに声をかけられ、1977年に劇団バラ座に入団しました。ミュージカル俳優として舞台で活躍し多くの賞を受賞しています。その後は声優、ナレーター、俳優など幅広い活躍をしていることでも知られています。そんな戸田恵子さんは1979年に声優の池田秀一さんと結婚しました。戸田恵子さんは1957年生まれなので当時22歳です。早すぎる結婚と言えなくもないでしょう。池田秀一さんは8歳年上なので30歳だったと思われます。池田秀一さんは前述したように戸田恵子さんより8歳年上の声優で、1949年12月2日生まれで、2023年には74歳を迎えます。主に声優として活躍を見せており、俳優やナレーターとしてのお仕事もしているようです。2人の馴れ初めはアニメ「機動戦士ガンダム」での共演でした。ガンダムの屈指の人気キャラクターシャア・アズナブルを池田秀一さんが演じていました。さらに戸田恵子さんも人気キャラクターであるマチルダ・ガジャンを演じており、結婚当時はシャアとマチルダが結婚と話題になっていました。話題となった結婚でしたが、2人はすぐに離婚してしまいます。離婚理由については明かされていませんが、2人はその後も良好な関係を築いており、2010年には再共演を果たしています。約30年ぶりとなる共演にあたって、戸田恵子さんはブログ上でツーショット画像を公開していました。再共演のオファーもお互いに快く受けていた様子から、離婚は泥沼ではなかったことがわかります。さらに戸田恵子さんはラジオ番組で、まあなんといってもシャア役の池田さんと結婚したということが、私にとっては大きなことではありましたが、ジオン軍と連邦軍の結婚はうまくいかなかったということで、いつもオチをつけているんですけどと冗談を交えて話していたこともあります。元旦那である池田秀一さんは現在もなお声優として活躍しています。プライベートでは声優の玉川咲子さんと再婚しました。玉川咲子さんはクレヨンしんちゃんの風間くんのママの声を担当していました。1962年生まれで、2022年現在60歳です。池田秀一さんとは12歳の年の差婚ということになります。子供はおらず、夫婦で仲良く暮らしているようです。そして戸田恵子さんは1990年に井上純一さんと再婚します。33歳の時でした。旦那である俳優の井上純一さんは一つ年齢が下ですから、当時は32歳だったことになります。井上純一さんは1958年8月14日生まれの2022年現在64歳です。昔はジャニーズ事務所に所属しており、アイドル歌手として活躍していました。当時はポストヒロミとも言われ、1970年代のジャニーズを支えた人物でした。しかし歌手よりも俳優としての活躍が目立っており、夕日が丘の総理大臣や朝日が丘の大統領などの学園ドラマで人気俳優となります。それからは俳優業に専念していたようです。現在は目立った役どころではないものの、俳優として活動しております。二人の馴れ初めは1985年に公演された舞台「踊れ艦隊のレディーたち」での共演でした。いつどのように交際に至ったのかは不明です。結婚後は夫婦で都内に画廊をオープンしたこともあったようです。しかし2度目の結婚もうまくいかず、2006年12月に離婚しています。戸田恵子さんは49歳でした。約17年に及ぶ結婚生活でした。実は離婚当時は公にされておらず、かなり遅れて2007年7月に女性週刊誌が報じ明るみになりました。
離婚理由は戸田恵子さんの母親の介護だと言われています。戸田恵子さんのお母様は認知症でした。介護により2003年頃から別居状態が続き、井上純一さんは宗教関係に関わるようになったのだと言われています。宗教についてですが、具体的には宗教法人 GLA というところだそうです。今でも進行しているようです。これらが重なって離婚となりましたが、井上純一さんは戸田恵子さんの母親の法事には出席しているようですし、現在も関係性は良好のようです。それにしても戸田恵子さんは忙しい芸能界の仕事と母親の介護の両立はものすごくしんどかったことでしょう。こういう時にはすぐさま旦那さんに支えてほしかったと思いますが、その旦那さんは宗教にはまっていたので関係維持が難しかったのではないかと考えられます。そして井上純一さんは前述したように現在も俳優として活動しています。最近だと相棒シリーズにも出演しています。なお戸田恵子さんとは交友関係が未だに続いているということです。戸田恵子さんは2度結婚していますが、2人の旦那さんとの間に子供は生まれませんでした。やはり本当は欲しかったのでしょうか。当時は不妊治療という言葉も一般的ではないでしょうし、自然妊娠を試みたと思われますが、残念ながら子供ができることはありませんでした。戸田恵子さんには現在彼氏がいるという情報はなく、再婚予定もありません。戸田恵子さんといえば脚本家である三谷幸喜さんとも交流があります。仲が良い様子から2人が再婚するのではないかと言われていたようですが、そのような事実はありません。ましてや三谷幸喜さんは再婚して既婚者です。戸田恵子さんが三谷幸喜さんの作品に出演することが多いため、不倫関係もささやかれていましたが、これも出どころが不明なガセ情報です。三谷幸喜さんがもともと戸田恵子さんのファンだったといいます。三谷幸喜さんが総理と呼ばないでの制作時に、あなたのことをよく知っている、自分が脚本を書くから何も心配しないでと出演をオファーしました。受諾を渋る戸田恵子さんを説得したそうです。それ以降役者と脚本家の強い信頼関係で結ばれており、何度も共演をしているようです。いわば戦友と言っても良いかもしれません。さて、以前戸田恵子さんがパーソナリティを務めるラジオ番組戸田恵子大人クオリティに TRF の DJ コーがゲスト出演しました。 DJ コーが脳動脈瘤の経験を語る中、実は戸田恵子さんも脳動脈瘤を患って手術を受けていたと、その詳細をラジオで初告白しました。2017年、DJ コーはテレビ番組の企画で人間ドックを受診し、頭の中に大きく膨れた脳動脈瘤が発見され手術したそうです。戸田恵子さんも同じ経験をしたと明かし、医師から診断を受けた時のこと、開頭手術の選択に恐怖を感じた時のことを、二人で振り返っていました。全く元気だけど毎年いろいろ検査をしていて、たまには脳ドックもしようかなという軽い気持ちで検査をしたところ、先生に戸田さん、これは脳動脈瘤っぽいなと言われたそうです。そこから徹底的に検査をして手術の方法などを選んでいきました。結果的に開頭手術を受けたそうです。勇気がいったそうです。脳動脈瘤は発見されるまでは元気なのだそうです。カテーテルでいけるものならと思っていたそうですが、コブの形とか場所とかで、これは絶対に解凍した方が 100% きっちりクリップしていけますからと言われ、しぶしぶ解凍手術を受けました。手術は8時間ぐらいかかったといいます。コブがある場所にたどり着くまでに時間を要するそうです。触っちゃいけないところをずっとずっと行って、コブの場所を見つけて、だから時間がかかるんですよね。とてもナーバスな手術で、と当時を振り返りました。いかがだったでしょうか。今回はそれぞれの結婚生活や離婚理由について迫ってきました。離婚後も良好な関係が築けることから、戸田恵子さんや元旦那の人柄の良さが伝わってきます。また声だけを聞いていると元気が取り柄の戸田恵子さんですが、大病を患っていたことが分かりました。その後の経過は順調のようで、まだまだアンパンマンの活躍は続きそうです。今後も戸田恵子さんのパワフルな活躍を楽しみにしたいと思います。
ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。